大泉寺,大仙寺は山梨県甲府市甲府中町にある寺院。総当州寺院で3号は万年山。本尊は釈迦如来。甲府駅より北側の周囲を山に囲まれた愛川線上地の開口部に広がる市北部のうち東側に突出したあたご山から北へ続く大笠山最六部に位置する。甲府の南北帰還街路の一つである。 大泉寺工事に沿い、西には濁り川支流の藤川が流れる。戦国期に開国死後の武田信虎は、家督相続後に国内統一を進め、1519年、栄昇16年には本を伊沢から甲府へ移転する。甲府は、館の筒子が先館を中心とした城下町整備が進められ、それに伴い諸寺院も移転される。 大泉寺は、大英年間に、駒郡島上城に創建され、後に、甲府へ移転される。貝の国史によれば、元は、密教寺院の大川寺であったが、1521年、大英元年に信虎は、着難、武田信玄誕生の際に例を見て、改修、改称させたとする、信玄誕生説話がある。信虎期から春信期にかけて、 中山広志原院や品濃国岩村田の隆寺と共に海の国領国内の総統囚人を統括する総録書となる。公岩尾大通前人和後都衆によれば二世住職の旧公英シは武田信縄の次男で現在の海の支流王朝に所在する自称寺のシを木梨海に支持する。旧公英シは永正十六年1519年に 武田信虎の甲府改装に際して、天桂前朝を招き大泉寺を創建する。天桂前朝は、加賀国の民軍出身で、海の国における最大門派となった雲州派の法系。永正十四年、1517年に海国へ入ると、旧公栄神と、同じく自称時の神、王修美の弟子となる。天桂前朝は大英四年。 1524年に死去し、旧校栄心が後を継ぐと二世住職となる。父、信虎を追放して、国主となった、春信時代にも保護を受け、治療の寄進を受けている。1564年、A67 年3月の火災では、道具が消失し、再建されている。武田信玄の長女、大梅院は、相模国宝城氏政の室として嫁いだが、 灰の国との同盟関係悪化のため会へ創刊され、1568年、A612 年に死去した。大場院には、駒郡、南故郷の地が事業として与えられており、1572年、元気3年には、駒郡隆置に、菩提寺である、大場院が建立されており、大泉寺の寺院となっている。1574年、天正2年には、 武田信虎が留偶していた、信濃国公園で死去し、同国岩村だ、長野県作市の竜雲寺から大禅寺、北高禅宿が招かれて、信虎の葬儀を取り行っている。葬儀に際しては、信虎三男の武田信門、信綱、昭陽剣の描いた武田信虎画像が奉納されている。武田勝頼時代にも、治療安を受け金制を下されている。 1578年、天正6年には、総統州発都を制定しており、竜久モテいらと共に、新元時代に、信濃へと拡大した武田市領国内の総統寺人を統括していた。武田市滅亡後も、徳川市から豊府系大名には、治療を安堵され、国内総統集人員の管轄も続いたが、江戸時代には、治療は削減された。近世には、甲府藩主、 柳沢氏が岩久保、甲府志願久保町に大幕州寺院の喜び寺が創建されている。京方年間に柳沢氏は山と郡山に転望され、永久寺仏殿が大泉寺に移築されているが、後に消失している。境内には富士見池、大泉があり、公衆巡堅記によれば開国藩への様子が映ったという伝承を持つ。また、 文星10年、1827年の大泉寺、縁起、公衆文庫や、恨みさむば文化十一年、1841年の、貝えの国史、貝え2年、1849年、ふところたからこうふえずによれば、ふじみ池の水面には、富士山の姿が映ったという。特に、貝えの国史では、ふじみ池には、しみね影が映ったと記され、しぼは、 富士の意味であるが、寒影は、関心における月光の意味の他に、冬の姿と解釈されることも指摘され、富士見池には、間接した冬の富士の姿が映ったとする伝承で、あるとも考えられている。海の国において水面に、冬の富士が映ったとする類例は、他にもあり、恨み寒話によれば、現在の甲府市太田町に所在する、自習寺院、一連寺境内の池や、 一連寺の旧地である一条小山に築城された甲府城の堀にも冬の富士が映ったとする伝承を記録している。こうした伝承を踏まえて、江戸後期に浮世絵師の歌川国吉は高下4年、1847年,年、からかえ年、1851年観光の甲州一連寺地内まさき稲荷の略図において、一連寺を描き、和歌において一連寺の池に移る冬の富士を、 暗示させていることが指摘されている。また、同じ、浮世絵師の葛飾北斎は、富岳十六景の一図、甲州三坂水面において、鎌倉王冠の三坂峠から見える、河口湖と富士の姿を描いており、実景の富士が夏山なのに対し、湖面に映る逆さ富士は、間接した冬の姿として描かれている。北斎は海を訪れた確実な記録がなく、 大泉寺縁起や他の会における水面に映る、富士の伝承を知っていたのかは不明であるが、北斎は水面には隠された本当の姿が映るという近世期の一般的感性を共有していたことが指摘される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。